はい、マイタラちゃんのママです。ジャンボババディアワです。どうですか今回、こういう風におこもりキャンプっぽい。今回は何でしょう。今回はね、ちょっと寒くなってきたから。寒いね。寒いけど見て、元気いっぱい。寒ないんですか。めっちゃ寒いよ。めちゃくちゃ寒いよ。でも半袖。それはなぜなら言わんのかい。絶対言わんよ。ちょっと待って、鼻水も出てるもん。 あまりの寒さに。寒いよな。うん、なんで上着着いひんか知ってる。で、今回は寒くなってきたから冬キャンプ、これがあったら無敵。7000、ちょっと やっていこうかなって。ママさんセレクトの、はい、ちょっと季節感ないかもしれへん。実際はめちゃくちゃ寒いです。寒いな。はい、ということで、はい、一つずつ紹介していこうと思います。紹介していきましょうか。じゃあ、はい、一つ目これです。湯たんぽ。これはね、はい、拍手を送るに値する必須アイテム、うん、これはもうあるとないとじゃ全然違うから。ほんまに助けられてるもんな。おう、うん、ほんまに常にあったかいですやつや。ママさんはこれで、皆さん見てください、私の私の湯たんぽはこれです。このサイズ感、これがだから、あの末端冷え性かそうじゃないかの違いやんな。あ、うん、そうそう、私全然温まらへんから。俺はもう血液がさ、もう常にもうフル循環してるから、めっちゃ冷え性やもんな、うん、でも俺はもうこれで十分。うわ、あったかいもん。ほんまに、でもサイズ感がね、チャイチャイ。朝起きたらもう、もう冷たい、ぬるい。ほんまにこれ、何マルカの湯たんぽは直火で温めれるし、ストーブの上にポンと置いてね、置いて、まあ、沸かすときは絶対蓋開けてね、沸かしてもらって。これ本物でいい。これはいいですね、うん、湯たんぽは間違いない。もう寝袋の足元に忍ばすアイテムでした。1個目は湯たんぽ、マルカの湯たんぽです。1つ目は湯たんぽね。はいはいはい、続きまして2つ目はキャンドアの寝袋です。この寝袋がなぜいいかというと、こうね、開けるとなんと毛布が、ブランケットがついてて、これも取り外し可能やから、別に春夏秋冬オールシーズン使えるんやけど、なんていうの、ランガのシュラフもめっちゃあったかいねんけど、入った時冷やって冷たい感じせえへんかな。私はちょっと温まるまですごい時間かかるから。でもこれはこのブランケットのおかげで、入った時もうすでに、なんていうの、そのヒヤッとした感がないし、でこのなんていうの、保温効果がすごい高い寝袋やから、ほんまにあったかい、もうあったかい、マジで。そう、このブランケットも引いて寝てもいいし、ここの中に入って寝ても OK、 どっちでも。まあ例えば下になんか毛布をもう一枚持ってきてたら、下に引いてもいいし、ここに毛布入れて上も下も毛布みたいな寝方もできる。でもう一個推しポイントは、ここに枕入れれる、こういうカバーがついてて、例えばこういうクッションこうやって入れて、こうしてたら枕がこう夜寝袋からポンって出たりすることがないから、めっちゃいいよ。でこうやって寝て、ここのあれ、こっちか、これでこう縛れば、もうあったかいよね。完全にもうあったかいのが逃げない。だからもう朝まで快適に寝れる寝袋になってます。これもう出られへんよね。あったかすぎて。
朝起きておっても外出たくなくなるやつやから、まあ危険っちゃ危険な寝袋っていう寝袋です。そこまで言うなら、はい、半袖の私が実際にそんな気合い入れること体験してみます。はい、じゃあぜひぜひ。いきます。確かにひんやりしてない。そう、もう入った瞬間から、おおおお、あ、わ、夢見心地どういうこと。あ、あったかいわこれ。そうやろ、マジで。うん、ほんまに下もいいっすね。そう、なんか肌感もめっちゃいい。肌触りね。そう、なんかもうほおずりしたから愛しさすら感じるわ癒してくれてるもん今。やっぱりあのブランケット自分で今までこう忍ばして寝てたりしたけど、これはあのずれへんやん、チャックで止まってるから。これいいっすね、うん、確かに。そう、うん、下に押していきがちやん。俺もあの真冬ペンドルトンとか入れるんよあー、うん、南岸の時、はいはい、初めが冷たいからな。うん、そうやろ。でも 気づいたらさ全部下に下になる、うん、よう開けるもん蹴っていくからね、うん、収納サイズ自体はあ大きいよな。コンパクトではなかったよね、うん、コンパクトとは少し言い難いけど、うん、まあ、それを加味してもいいんじゃないでしょうか、はい、肌触りがちょっとな薄いかなって感じるけど、やっぱりブランケットとか、うん、そういうの込み込みであったかいから、だからやっぱり湯たんぽとセットで使うと冬でも快適に寝れる。これが2つ目の冬アイテム。はい、さっきからさ、なんかあのビズ刺すようでさ、うん、あれなんですけど、ママさんな今さその着てるさ、うん、肩幅すごいちょっとあの外国のブランドやから、こう肩幅やっぱりしっかり作ってるよね。肩パッド入れてんのかなと思って。ちゃうね、結構しっかり肩がもうバブルの時代なんだバブルの女なってんのかな。そう、ギャラントさん、そうギャラントのフリースジャケットめっちゃ高い。いいですよね、うん、私はあのギャラントさんのベースト、ノースリーブっていうのかなこれ、うん、夏とかもいいよねこれだけで。暑いわ裸の上からも。なんでやねん、ノースリーブで。それはおかしいだろ裸ノースリーブで。裸ノースリーブ、暑いのに地肌に。そうそうそう、フリース素材のノースリーブ裸でみたいな。夏も着れる着れるけどな。冬もあったかい。ギャラントさんとか、うん、夏も着れる、夏も冬もギャラントみたいないやでもすごい台湾で今爆売れしてる。このまま番外編ですよね、うん、7000の中に入ってないから入ってへんけど番外編。やっぱりぬくぬくグッズとしては、あ、そうやね、こういうのやっぱり防寒対策で着たらすごいあったかいやフリースやから。そう考えたら、うん、ちょっとペアルック的な、うん、カップルにおすすめ。ほんまやな、うん、私たちは仲いいんですよみたいな、ピンクコーデみたいな。そうそうそう、うん、まあ、これもな、ま、全くしちゃったらあれやもんな。そうそうそう、ちょっとうわ痛いな、若干どうした若干リンクしてるみたいな。そう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 、うん、で上もそう。これも実はジェリーズさんの北海道のね、うん、アウトドアショップ、うん、めっちゃおしゃれな帽子いっぱいあったよな。なあ、うん、なんかアパレルも結構置いてたから、うん、帽子をね、うん、俺ほんまキャップが結構苦手で。ああ、そうやね、頭の形がさいびつやからさ確かにキャップが結構難しくてうん、自分に合うのを探すの、うん、マクド見っけた時めちゃくちゃ喜んだもんな。喜んだったなそれをあの超えてくるぐらい、うん、いい形の。そうやな、なんか一目見てあの K さんがこれ絶対似合うって言ってこれ被してくれてるな。間違いない、ケイさんの言うことは間違いない。ケイさんはもうすごい直感、すごい鋭い人やもんね今度ね、一緒。そう、これもジェリーズさんのキャップ、
あったかい、あったかい。北海道行った時はぜひね。行きたいな。行きたい。北海道。もっと北海道行きたいな。北海道行こうかなってなったもんな。うん。会いに行こうかな。北海道行くかって。行っちゃおう行っちゃおうってなったもんな。うん。という番外編の、このこういうあったかグッズを着ることで、そうあったかいキャンプもできるよって。冬でも。冬でも。行けるよ。ね、大丈夫だよ。誰な。誰な。はい。はい、じゃあ二つ目は寝袋、ね、はい、キャンドアさんのシュラフでした。じゃあ三つ目いきましょうか。はい、いた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 、やばい。まあ三つ目と四つ目がちょっと連動しちゃう感じになるんやけど、三つ目はもうやっぱりポタで、これはもう冬あればほんまに無敵やんね。あったかグッズがいろいろ使えるから。で、四つ目がこちらの電気毛布。そう、電気毛布はいろいろ使えるように、引いても使える、こう膝掛けでも使えるタイプを私は選んで買ったんやけど、電気毛布っぽくない柄じゃない？電気毛布の柄がよくわかりません。電気毛布ってさ、すごいペラペラで、なんか、引いてるだけのなんかイメージあんねん私はな。でちょっと硬い感じ。肩幅が気になって話が入ってけん。入ってけんやろな。一回脱ごうか。一回。ちょっと熱なってきた。もうそう。ほんで、この電気毛布は、まあ楽天で私ルームに乗してんねんけど、いろんな色があって、自分好みの色選べるから、おすすめです。で、まあ、ポタ電に備えで、だいたい膝掛けは通してはあんまり使えへんねんけど、夜な背中にこう引くとめっちゃめちゃあったかい。確かに。うん。で、まあ夜ずっとつけて寝るんやけど、今日にしてたらもうポタでなくなるから、朝までに中で十分。これ中でいつも使ってるけど。そう、ファミリーキャンプの時に、冬用のシェラフがさ、ナンガしかなくて、ナンガの人はいいね。でも4人で行った時さ、あと3人がさ、 DOD の我が家のシェラフ、めちゃくちゃ寒いから。寒いあれは。そう、あれにだから毛布ぶち込んで、電気毛布、電気毛布と湯たんぽ、湯たんぽで、そう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 、それでやっとあったかく寝れる、寝れる、でも1回4で行った時な、おうおう、あ、我が家のシェラフ、そう、1人はみ出し系みたいな、はみ出し系キャンパーはもうめちゃくちゃ寒い。飛び出し者が一人生まれるから、そうめっちゃ侍ってなったら覚えてるな俺。わし電気毛布洗えへんかなっていう、あのちっちゃい湯たんぽで耐えて思い出があります。強いな、寒さに。寒さにな、ほんま弱いねんけどな。まあでも4人で入ることで、あったかいのはあったかいやん。あったかいな、あったかい、確かにね、人がいっぱい集まることで、人のね、人のぬくもりがね、そう。なんかもうこれ電気毛布1枚あればすごい快適に、もう全然いける冬、その高級シェラフじゃなくても、そうそうそう、大丈夫、十分、我が家のシェラフで超えてますから冬。ほんまに超えてるから、全然長野とか行ってたから、行ってた十分。そう、なんかポタ電とこの、まあ、セットやんな。子供たちは出てこないからね基本冬。一生もうおこもり、おこもっちゃうから。そうやんな、だからインナーつけたくないねん。え、あ、出てこへんから。そう、出てけへんから。ずっとインナーでさ、電気毛布つけてさ。いやでもそれはそれでキャンプの楽しみ方の一つではあるよな。ねえや。だって子供らがそれしてくれるんやったら行くわとかあるわけやん。生言ってんじゃねえよ。でもご飯の時ちゃんと出てくれよ。できたで言ったら、って出てくれよ。ご飯の時は出てくる。そう、それでいいと思う。十分キャンプ来たなって感じするやん。いいや。なんでやねん。ファミキャンしてんなって感じやん。そう。だいたい子供ってそんなんじゃない。気が向いたら走り回っとるし。あんまソロと変わらへん。そんなことないやろ。そんなことないか、まあ俺だけかソロ感感じてんの。常にソロ感常にソロです。ソロ、ソロだよ。
ソローだソローなって思ってる。ソローだ。まあそんな感じでね。まあじゃあ3、4ですか、うん、ポタデンと電気毛布。電気毛布はいるね、うん、うん。はい、3、4こちらの2つでした。続きまして5つ目はストーブ、石油ストーブで、続きまして6個目がストーブファン。これもじゃあまあさっきの3、うん、4そうとはですね、セットみたいなもんやから。まあストーブはもうずっとうちはパセコ、すごい小さい割にあったかいで、ギギ2使ってる時も全然これ1個で巻くない、すごいあったか、あったかい空気流れるようにこのストーブファン使うと、併用するともう全然もう巻くない、あったかいから。スタートないけどね、うん、ギギ2でもね、うん、冬乗り越えてますよね、ストーブファンとパセコ1台で。ほんまや、スカートないわ。昔のはなんかスカート冬用に自作とかって、うん、いりませんでしたあ、なくて大丈夫です。このストーブファン、みんなの知ってるやつより小さない？めっちゃ小さい。小さいから、え、これほんまに大丈夫って思うねんけど、すっごいパワーがあんのよ。サインステックのストーブファンやねんけど、羽が6枚あって、うんうんうん、音もめっちゃ静かやねん。なんか大きかったらその分音が結構うるさい感じもイメージあってんけど、この小型発電機としてはもうモーターが強いため、そう、すごい回転速度が速いっていうことは、空気をすごい送り出してくれる、そういう小さいのに。1秒間に何回転するんですか？最大回転速度は 1440rpm です、うん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 、早いな。これはもうめっちゃ速いです。めっちゃ速いわ、うん、めっちゃ速いのよ、うん、はい、あとはもう空気抵抗を減らして、高速の変動幅も小さく、バランスの取れた穏やかな風を送らせます。あ、だからこんなに優しくてあったかいんだ。そうですそういうなんていうの、まあストーブファンも今いっぱいいろんなメーカーさん出されてるけど、うんうん、この価格帯でこの小ささで、うん、このパワーがある、うん、まあ押すしかないでしょこれはね。小さくて力持ち、うん、はい、まるでアリさんみたいや。なんでやろな、頑張ってきたからよということで、はい、やはりもうこれからはコンパクトに越したことはない思うから、うん、小さくて力強いストーブファン、こちらのサインステックのねストーブファン、ぜひ検討してみてください。リンク貼っときます概要欄にね、飛んでみてください。皆さん、はい、分かりましたか、サインステックのストーブファンどれが案件か分かりましたか皆さんそれ言ったかよ直後に言ったかよ、えらい細かいこと言うなってこれで大体察してくれたんじゃなかろうか。これも概要欄に貼っとってくれなかった、寝袋も概要欄にリンク貼っときますね。お分かりでしょうか。もうな、いやでもほんまいい商品やから、うん、こっちもいい、うん、全部ね今紹介したのはほんまに押してるギアだからね。これほんまに赤いやつはやっぱり押されへんから赤いやつはね、うん、あかんって言いますよ。めっちゃ言われんもんな、こんなん取ってくるなって。あかんやつはねあかんって言います5個目と6個目、そう、石油ストーブとストーブファン、こちらです。はい、続きまして最後の7個目は、ついにもう最後。はい、もう最後。はい、もっともっと知りたかったなまあね、半袖キャンパーやから寒いから、もうあったかいアイテムもっともっと教えてほしかったあったかい服着ろよ、あったかい服を震えとるやないか。これこっちに向けていいですか。うん、向けてください。うん、パパさんのようにね、もうだいぶちゃうからね、これあるとないとじゃ。すっごい面白いな、お風呂入ってみた、一番幸せな時はお風呂入ってみた。はい、はい、じゃあ7個目はね、こちらもうムートン出したね。
ムートンです。これはほんまにあったかい。あるだけであったかい。この前な、フィールドスタイルでさ、ベリエさんここにさ、グラインドロッチのさ、俺の大好きなやつ買ってくれ、三角のね、三角の稲妻のやつね、新しい可能性やったもんな、羨ましかったな、ちょっとあれは欲しかったもんね。これとそっと帰ってこそう、ベリエワーコスさんのムートンはあのすごいリーズナブルな値段で買えます。で、バリエーションがすごい豊富なんよ。これはあのブラックパンサーっていう色やねんけど、ママさんはこの色好きで、はい、ちょっとうちの猫のプスと似てる色やねんけど、まあいろいろある。ほんまにもうこの前見てびっくりしたのがピンク、林屋さんは喜ぶと思う。ペーパー、やっちゃう。そう、ベリエさんのこのモフモフはこれ普通の長さレギュラーやねんけど、ロングもあって、ロング、ロング、あの今さ、あ、椅子ハイバックの、あれにも合うように、そんなも出てて、そういうのを置くだけでもあったかいやん、目が、見てね、見てあったかい、座ってあったかい、寝てあったかい、まあ、確かに外で過ごすときにな、そう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 、椅子のその裸のままで座るより、座り心地も上がるし、あったかくもなるし、めっちゃあったかいね、見た目もかっこよくなるし、うんうんうん、ラグジュアリーな感じするし、そう、あるとないとね全然違う。あったかいもんな。でもあったかいのよ、ほんまに毛皮やから、やっぱり羊さんのね。はい、ということでこれラストですか。ラストのモフモフでした。ってしまったか。あったかかったでしょ、こう聞いてるだけで。聞いてるだけだった。だからもうね、この動画を参考にしてみんなも冬キャンプ楽しんでもらえたらな。これからね、もうどん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 トップシーズン入っていきますんで、ほんまにね、寒さにね、寒いからもうやめとこうじゃなくて、寒くてもこんなにあったかくキャンプ、そう、逆にいるんだよみたいな。逆に何やろ、冬キャンプの方が好きになるかもしれない。そこまですんねやったら家おれって言われるかもしれないけど。そういう人おるよな。出るなって言われるかもしれへんけど、まあキャンプしたいんで、極力ね、まあ寒いよりはやっぱあったかい方がね、この7選があれば、はい、楽しく冬キャンプできるんちゃうかな思います。はい、じゃあ皆さん、今回の動画はこれで終わりました。以上ですね、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ファイティアオチャンネル、ママでした。ママディアオでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょうか。皆さんやりましょうか。じゃあね、小さな森からね、大きな声でね、もうここまで見てくれてる人はもうきっとファンの方やから、もうファンファンです。ぜひやってあげてください。小さな森から皆さん一緒に、はい、大きい声でねやりましょう、はい、またあの大きい声で1時半だから怒られません、多分、うるさいって言われたらすいませんって言うときます。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。See you! うるさい。そうね。うるさい。